今回は、ブローのブチャラティはなぜ、汗を舐めるという、ド変態行為をしてしまったのか、についての読者の反応集を紹介していきます。それではどうぞ。これだけは明らかにこいつの行動の中で浮いてる。嘘をついてる味ってなんだよ、この変態野郎。汗ベロベロで草、ここだけ浮いてるよな。拷問の一環や。その後もちょいちょいその能力活かしてたらな。ジョジョ新章の序盤描写があれなのは、全部に言えると思う。あの時のブチャラティは、腹心の涙目のルカが殺されて、魂が死んでたからしゃあない。ジョルノンであって本来の心を取り戻した。真面目くんが精一杯相手をやつしようとしたら、よくわからない方向へ行ってしまったにゃ。ジョジョの登場人物は、初登場の時はみんな変態やろ。アバッキオのアバチャもあれやし、初期のブチャチームは変態路線で行く予定やったにゃろ。ジョルノも高一から金騙し取ったりしてたし、変態キャラで行くつもりだったのに。なぜかまともな奴になってしまったんか。感覚が暴走してまともになったんやろ。ギャングは舐められたら終わりだからな。自分から舐めていったんや。暑さ対策として塩分取るのは正しいやん。気さくに話しかけてきたと思ったら、見慣れた凄み顔になって顔舐めてくるとか怖すぎ。本当に汗の味で嘘に破ってるから、そういう技能持ちで、そのために舐めたと解釈するしかないんだよな。尋問のためじゃない？ジョルノを精神的に追い詰めて吐かせるため。何もしてないかもしれない善良な少年を、いきなり殴るわけにはいかない。せや、汗舐めてびっくりさせたろ、こういう心情だったんでしょ。そもそも服装の時点で変態感半端ないもんな。ジョルノと会って生き返ったって言っているから、この時はもうすでに精神的に死んでいて、人の汗舐めるほど起きていたんじゃね。トリッシュの初登場時もなかなかやぞ。あなたの名前、公衆トイレ？トリッシュは舐めなかったな。ジョルノには舐めてかかったんだよ。キャラでバカらして変だったよな。もっとひょうひょうとしたキャラにするつもりやったのか。すぐ今のキャラデザに近づいたし。いい年しておかっぱやし、もともと変態キャラとしてデザインされてたんやろな。初登場時は顔からして違うやん。今見返すとこんな顔やったっけ？ってなる。最初の顔はジョジョのキャラですらないように見える。他人の中に隠れる能力、いつの間にか使うようになったな。でも取り調べに来たのがアバッキオとかじゃなくてよかったな。いきなりおしっこかけられるな。あえて頭のおかしいやつみたいな道化を演じていたんや。あの時は顔も、涙目のルカンボーみたいな、使い捨てもブキャラやったしな。やっぱり最初から最後までまともな風悟さんが一番。風悟が死角だったらどうするんだろうな。ジョルノが犯人だと突き止めたら、一般市民巻き添えしないように人払いして、バス内をジョルノのみにしてパープルヘイズ打ち込みで、第五武官、になりそう。遺体も残らないようにしたら報告できないし、イルゾー戦の風悟は冷静だったから、そう簡単にウイルスは使わないと思う。午前中のブチャラティ、ここは片木が来るべき場所ではない。税金を支払っているのなら、警察や法を執行する場所へ行って話をするべきだ。同じ日の午後のブチャラティ、あはははははは、ここを舐めて、この味は、嘘をついてる味だぜ。これが同じ日という、そう考えるとめっちゃシュールだな。水知らずのチンピラ、ジョルノ、おやつするときと、自分を誰か知って訪ねてきた善良な一般市民を相手にするときは、そりゃ違うだろ、とは思うけどそれはそれとして、いきなり汗を舐めるのはかなりおかしい。前世が牛だった説、塩分を取るためによく岩とか舐めるし、服も白黒模様でなんか牛っぽい。ぶっちゃけこういう方法でしかキャラを印象に残せないんだろ。露伴の雲舐めもそうだけど、現に初登場の時だけでこれ以降この設定は出てきてないし。まあ面白いんで。ジョルノと出会って黄金の精神に目覚めたからやらなくなったんやぞ。あまりかっちりとキャラを決めて始めない人なのかもね。ねえねえ、なんでブチャラティはこれをジョルノにしかやらなかったの？ドッピオにこそやるべきだったんじゃないの？目も見えてなかったんでしょ？ちゃんとドッピオを警戒してれば、ボスを殺せおに連れて行くミスもなかったよねえ。それって味覚残ってたっけ？魂ありの存在なら、声も存在感も感知できるぞ。だとしたら死体状態でも汗の味を感じられるか。ただ、常識理論なら物体扱いになってる可能性もあるし、ほっぺの感触しかわからんかも。仲間内でもうふざけられないキャラになってしまったから、よそで弾けてたんやろな。面白いから俺は好きだけど。ローリングストーンズにビビってちょっとおかしくなったんやろ。そもそも、お前の黄金の夢にかけよう。なんてかっこいいセリフ、戦闘終了後に言ってるし。汗舐めばっかりつつくけど、大笑いも相当おかしいよな。インパクトあるし、イタリア人ならやりそうだけど、ローリングストーンズでもかっこよかったけど、この後、ジョルノの汗舐めること考えると笑うわ。ジョジョの奇妙なキャラだし、これぐらいはやるだろ。
クローゼットの中に穴開けて、15歳女子にトイレとして使わせようとしたり、天然なんだな。連れてるから頬舐めるのも真面目に特技のつもりで披露してる。ブチャラ T 作中ちょこちょこ天然披露するよね。本人は大真面目だろうけど。あれは天然とかではなく、恥も外聞も気にしてられない命かけの逃避行なんだという。ブチャの認識とトリッシュ側の甘い考えとの、意識のズレの表現じゃねえの。いや雰囲気的にはブチャラ T の天然描写だろ。飛行機から冷蔵庫落とした時とかもそうだが、トリッシュがうろたえてた時のブチャの反応見てると、まあ天然描写だろうね。ジョルノのリアクション見て、アバチャの正体に気づけそうなもんだけど、普通に気づかなかったりとか、天然気味だよな。アバチャの方がヤバくないか？初期含めて割と好きなキャラだな。ブチャ、後半は普通に正当にかっこいい。ジョジョのキャラ初登場時はいつもキャラ違うよね。スタンド能力と明らかに関係ない描写入るのがザラ。ジョウスケはキャラあんまり変わらなかったよな。髪型をバカにされると切れるのがなくなったくらいかな。4部の身長縮んだトリオとか、アナスイは有名。確か身長が縮んだのはあいつくらいだったか。3人くらいいた気がするけど。高一、狭間だ、玉美が縮んだ組かな。大統領の変わりようが一番ヤバいと思う。大統領は鍛え直したってのが理由だったはず。初登場の前の時点で、砂漠から一人だけ生還してる軍人なんだよな。大統領はそもそも元軍人だし、政治家になって、動く必要がなくなって太っただけで、あれが元の体型なのでは。大統領もアナスイも能力で説明がつくけど、ブチャラ T だけはつかないんだよな。替え玉でも連れてきてたってことか？荒木先生って、そもそもキャラに一貫性を持たせることにこだわってなさそうだしな。汗なめブチャラ T とか、ペットショップ戦のイギーみたいに、同じ話の中でも、場面に合わせてちょこちょこキャラで抱えてるイメージあるわ。誤植でさえ気に入ってしばらくそのままにしてたし。いい悪いはあるけど、意図しないものでもよかったらそのまま乗せちゃうらしいね。ジョジョってジョータローのタバコゲーみたいな、ストーリーの本質には関係ないけど、無駄にインパクトのある設定を割と出してくるからな。ブチャラ T の汗なめも、カードゲームのフレーバーテキストみたいなもんよ。ジョータローがタバコゲー始めてるシーンで登場したら、確かに汗なめみたいな行動の扱いになりそうだな。ジョジョに統合性を求めちゃいけない。ブチャラ T は汗なめ、アバッキオはアバチャ、フーゴは切れる、ミスタは脇が、ナランチャは俺の下がスタンド。大したチームですね。周りがヤバすぎて主人公が真っ当に見える。ミスタはまともだな。お調子者ポジのミスタが一番の常識人というね。そう考えると、ミスタは最初から最後まで結構まともだったよな。勘違いされがちだけど、この中だとミスタが一番危険だぞ。頬を舐められた後に、アバチャを飲まされそうになった。ジョルノの心境はどんなもんだったんだろうか。ギャングってろくなやついねえなって内心思ってそうだ。そりゃギャングだし、ろくなやつはいねえだろ。でもブチャはジョルノによって殺されたはずの涙目のルカのことを、渋滞で生きてても仕方ないから、自分たちが殺したって嘘ついて気遣うぐらいには優しいんやで。汗は舐めるけど、実はパッション寝ないで汗を舐めて相手の心理状態を知る、技術講習が行われていそう。